大阪市がやっているメタバースのバーチャル大阪がかなりかそっているみたいですが、原因は何だと思いますかうんと、僕ですね、あの、万人規模のですね、オンラインコミュニティをもう何年かやってるんで、で、このあたりはですね、多分得意領域っていうか、多分日本で一番得意だと思うんですけども、えっとね、オンライン上では特にですね、人って場所に集まるんではなくて、役割に集まるんですね。で、この役割っていうのは、例えば、そうだな、 皆さんがライブ行かれるとするじゃないですか。その時に皆さんお客さんですよね。でもあれってお客さんっていう役割をちゃんと演じてるっていうか、お客さんをやってるんですよ。つまり、あの、好きなアーティストさんが出てきた時にこう拍手するじゃないですか。でもここは拍手して、ここを盛り上げた方が、えっ、ー、と、この会場が、えっ、ー、と、を盛り上げた方がアーティストさんがすごくやりやすくなるから、そしてやりやすくなったら結局、いいパフォーマンスをしてくれて、僕たち私たちの満足度上がるじゃないですか。みたいな感じで、えー、ライブを見るっていうのは、あの、 お客さんとしてライブを見るっていうときは、あれお客さんの役割をちゃんと果たしてるんですね。ちゃんと仕事してるんですよ。そこにだからお客さんがいなきゃいけないんですよ、ライブっていうのは。とかさ、あオンラインゲームとかもそうですよね。チーム戦でやるってなったら、もうもろに役割が必要じゃないですか。お前あっち攻めて俺こっち守っとくからみたいな。とか、あーそういったこの役割っていうのが、 めちゃくちゃ必要なんですね。で、役割がないとですね、人はそこに、まあ特にオンラインの場合ですけど、役割がない場所には根付かないんですね。なので、とりあえずですね、場所を作ってみんな来てくださいって言っても、それ人が来るわけないんです。いや、そこに私の役割は何なのって話になってくるんで、だから場所だけ作ってみんな来てくださいって言っても仕方がないですよね。人が来るわけないですよね。まあこんなことはですね、なんだろうな、オンラインでコミュニティを運営している人なら、これ全員わかってることだと、 思うんですけれども、まあそういう方に相談しなかったのかもしれないですね。まああの、もう本当ちょっとこういう場所だからあんまりね、あの厳しいことは言いたくないなと。しかも自分がやってるプロジェクトだったらとか、自分のお客さんとかスタッフとか、その辺がやってるプロジェクトだったら、いや、それダメだよとか僕言う,言うけど、全然関係ない人がやってることだから、あんまりこう厳しいことも言いたくないなと思うんで、えー、まあちゃんとそういう人に相談されるのがいいと思います。あの、そう、やっぱ、 コミュニティ作るって、えっ、ー、と、本当にね、ちょっと専門職なんで。つまりメタバース、あの空間を作れる人と、そ、そこで人が集まるコミュニティを作れる人っていうのは、また別なんで、ちゃんとそういう人を入れる。まあでもですね、これ以上やってもちょっと予算溶かすだけになるんで、もう今のそもそもの設計が、えっ、ー、とどう、今後何してもどうにかなるっていうことでもないので、まあ、早々に、えっ、ー、と、撤退した方がいいと思います。これはみんなでもうやめ、やめさす方向に行かないと、 どん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 、これ何のお金が落ちてるのかな税金でやってるのかちょっとわかんないけど、まあどん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 、もうお金本当に予算溶けるだけなんで。あの、これ大阪市の、あの、なんか市の職員さんとかがみんな聞いてて、<laughs> 例えばその職員さんが何千人いるか知らないですけど、何千人がどうだって言っても、その人たちの、なんだろ、集合値よりも多分僕の方が知識あるんで、えっと、これはですね、早々に撤退した方がいいと思います。大阪市のやつだっけな、あのメタバースって。ちょっとわかんないですけど、まあ無理なものは無理なんで、えっと、撤退した方がいいと思います。